毎度ネギ前です。はい、ってことで今日はいつも以上に薄い顔面から始まってるんですけど、こちらクレイサスっていうコスメのちょっとしたファッションメイク紹介プラス付録でこのコスメが4点入っているってすごいお得な本を見つけました。クレイサスっていうコスメは私正直知らなかったんですけど、なんやろ、なんかネットサーフィンしてる時にこれと、あと乙女ドールメイクやったっけな、なんかすごい可愛らしいメイクができるっていうこういう本が売られてたんですよ。で、そっちのものとどっちを買おうかなって思ってて、で実際に本屋行ったらこっちの方が4点入ってるんですよ。で、もう一個の方が多分3点だったので、今日はちょっと欲張って4点入っている方を買ってきました。で、ちなみにこちらは1950円プラス税となっています。で、クレイサスっていうのはエレガントで気品のあるスタイルを提案するブランドというものみたいです。ちょっと大人向けのブランドみたいですね。そしてこちらが開くとこんな感じで付録が入っています。ちなみに普通の本屋さんで買ってきました。じゃあ出していきます。じゃあまずここに書かれているもの順番に1番から紹介していきます。まず1つ目のリップがこんな感じで、すごい細いペンタイプになってます。開けるとこんな感じです。実際に後でメイクしていくんですけど、とりあえず手の甲に出します。ちょっと優しい感じのピンクで可愛い。次が2つ目のリップです。さっきのものにこちらを重ねるといいみたいです。こちらはちょっとオレンジがかったコーラルピンクっぽい感じです。手に塗るとこんな感じ。あ、でも意外と薄いのかな。すごいね、こう塗った感じ溶けてくれて保湿されてる感があります。次にチークです。チークとアイシャドウのパレットは一緒のデザインになってます。じゃあチークを開けると、はい、こんな感じで上の方にミラーがついてます。チークがこの2色で、薄いカラーのピンクと濃いカラーのピンク。薄いカラーはこちら。じゃあ次に濃い方は、あ、結構濃いですね。で、すっごいサラサラしてる。ちょっと薄めに取らないといけないかも。そして最後こちらがアイシャドウです。アイシャドウもこちら上の方に鏡がついてて、アイシャドウ2色入ってます。オレンジブラウンっぽいカラーがこんな感じです。これも結構濃く取っても思ってるよりかは濃くならない、自然な発色っていう感じです。じゃあ次にこっちのブラウンの方、こちらもそんなに思ってるほど色は濃くならないです。濃すぎない感じなので使いやすいかも。じゃあ実際に今から塗っていきます。今回入ってた付録を使う部分はメイクをしないで、他の部分はいつも通り仕上げてます。まずこちらのペンタイプのリップつけていきます。これで唇の色ムラとかを統一させるみたいです。これ1本だとこんな感じの仕上がりです。じゃあ次にこちらのリップを重ねていきます。はい、これを重ねるとこんな感じです。どちらかというと今より春に使うと可愛いかも。一旦これを落とします。落としたので次にこれだけ1色を塗っていきます。はい、こんな感じです。私的にさっきのこっちを塗ってからこれを重ねるよりこれだけの方が色がしっかりついて、あと唇が薄い私からすると濃い方が存在感が出せるので、こっちの方が使いやすいかな。でも塗りやすさはこっちのペンタイプの方が断然塗りやすかったです。次にチーク使っていきます。チーク一応筆用意したんですけど、ちょっとね、取りづらさはあります。で、一応本の中に書いてる塗り方は3パターンぐらいあったんですけど、今日は真ん中にこの濃いカラーを塗って、で、その周りを軽くぼかす感じで薄い方のカラーをのせていきます。今トンってやっただけでもこれだけ濃くついたので、手の甲とかで少し払います。しっかり払わないとあかんかも。横長にのせて一色だけだとこんな感じです。次にこちらの薄いカラーを取ります。これも軽く取って、さっき取ったところの周りをぼかす感じで囲います。チークはね、すっごい使いやすい、血色感のある感じで優しいピンクになってます。じゃあ続いてこちらのアイシャドウを塗っていきます。で、アイシャドウを塗る筆がちょっとないので手で失礼します。アイシャドウはこちらのブラウンでまぶた全体を塗ってから、このオレンジ色のもので二重の
ラインの下の部分プラス下まぶたに塗っていこうと思います。すごい塗りやすいです。なんかパウダーがふわふわしてる。一色だけだとこんな感じです。次に二重ラインの下の部分にオレンジ色を入れます。これがね結構濃いかな。そして下まぶたにも入れます。こっちの目が何も塗っていない方と、こっちが今アイシャドウ2色を重ねた方です。やっぱりオレンジっぽさがちょっと目立つかなっていう印象です。じゃあこのままいつも通りのアイラインを引いてマスカラもついでにつけます。やっぱマスカラはめんどくさいのでやめます。今日ちょっとうまく垂れ目できたくない。はい、ということで今回はこちらクレイサスの雑誌についているコスメ4点を使ってメイクしてみました。私って個人的に気に入ったのがやっぱりこのアイシャドウですね。普段こういうブラウンはよく使うんですけど、こういうオレンジが入ったものって私なかなか買わなくて、ちょうどいい機会だなってことで使えたんですけど、オレンジメイク好きな方、これねちょっとチークとかリップはピンクものが多いんですけど、アイシャドウこのオレンジすっごいいいと思います。オレンジメイクに最適って感じ。一応裏面はこんな感じになってます。で2000円ってだけ見るとちょっと高く思っちゃうかもしれないけど、4点入って2000円ですごい使いやすかったので、これはだいぶお得かなって思います。あまり付録のものとかアニメ以外で買ったことなかったんですけど、すごい使いやすかった。良かったです。これこのクレイサスのコスメティックブック買ってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。